ハロー。ショールーム久しぶりにしてみた。で、なんかたくさん言いたいことがあって、ハロー、ズンちゃん、なんかこれを買ったのね、今日。で、なんかこれ何、配信したら頭冴えた。できたできた。そう、ウリングライト持ってなくて、マレーシアで日本を、これ硬くなってる、ちゃんとこれでいいか。はい、ずんちゃん、すだまか、すだ、これでいけるんちゃう。来た？オッケー、できた、リングライトできた。おー、ずんちゃん、ハロー、スラマンマラン、オッケー、 It's OK、 ショールームスタート。なんかこういうのがいっぱい置いてるお店で買ってみた。スラマパラ、お久しぶり、ずんちゃんだよ。こんばんは。今日はショールームしてみた。Is this your room? かわいい。Oh! Yes! My room. Muna. Makan apa tadi? Churros 食べた。Saya makan churros. スズハ、アパカバー、バグース、こんばんは。つーちゃん、ハロー、こんにちは。お、マニラバンクー、こんばんは。I go cosmic meet and greet with ツンちゃん。Thank you! I was excited. Meet and greet. Thank you. こんばんは。お久しぶり。お部屋が片付いたので配信します。こんばんは。I speak many. こんばんは。スラママラン。ショールーム久しぶり。ノスタルジック。すごいね、アパカバー、バグース、セナングって何、調べよう。あー、ギフトもいっぱいありがとう。こういう時もあ、いちごのヘアバンド、ちょっと待って、あるわ。
ジャマの完成じゃない？ファンの方からのいただき物です。ありがとう。 This give me fans fans give me thank you。 何の言葉調べようと思ったか忘れてもった。マニュアルバンクサダンリーマニュアルバンクシェナンシェナン SSSS グチャット GPT ファイティーン。ちょっと待って、日本語でやってよ。そんな意味調べて、マレー語で難しい。ああ幸せ、ああアワハリイニセナン、うん、サヤセナング、アワいいね。リングライト買っちゃった。今日いっぱい買っちゃった、いろんなものいっぱいね、お買い物しちゃったの。そう、すごいでしょ。はーりいにせなんこれのあれが全然慣れてなくて、頑張れチャット GPT。 あなたは今日は幸せですか。さやせなーん、今日さやはりいにせなん、当てる？こんばんは。あ、そう、後ろにあるパジャマと同じ柄ファンの方にいただいた。そう、こんな方からいただいた。今日幸せって言われたから、幸せって言ったよ今マレー語で。何買ったん？え、ちょっと待って、めっちゃコメント来てた。ズンちゃんバグース。すごいいっぱい、ありがとう、ギフトも。バグースっていうのはいいっていう意味、マレー語で。今日かわいいの買っちゃった。じゃん、I bought accessory today. Thank you. I like pink and light blue. 私はピンクと水色が好きだよ。シュシュにハマってて、シュシュ買っちゃった。あとね、ピン止めとかも買っちゃった。こういうのにハマってるのよ、ちょっとね、24歳やね、勘弁してよね。
あ、幸せはインドネシア。あ、間違えちゃった。グンビーラ。サヤグンビーラ。サヤハリイングンビーラ。当てる？マレーシアはね、いっぱいなんかヘアアクセサリーとかストラップとかそういうのが可愛くてめっちゃ素敵な。そう、私24歳。つんちゃん24 years。あ、サヤ中学ビーラケラのつんちゃん、ティムカシー知ってるよ。ジュガは何々もって意味やろ。ちょっとずつ覚えてきてんねんけどな。ちょっと焦ってます。ケラナ、ケラナ、何々だから何々ビコーズってことか。うー、こんにちは。マレーシアいつか行ってみたい。おー、来て。カミングインマレーシア。すごいショールーム久々で笑っちゃう。かき氷屋さんもあるよ。まだ行けてないねんけどな。今日何食べたの？今日はお休みやったからお出かけしに行って、ハンバーガーとかカフェラテとかチュロスとか食べた。 I ate ハンバーガー and チュロス and ラテ today。つんちゃん、かわいい。つんちゃんだよ。はっちゃんだんま関係。うん、ちゃんとまかけ。けってどういう意味？おー、トゥーってこと。うん。この前はコズミック3日間ね、なんかアニメとか漫画のフェスみたいなの出させていただいて、毎日5曲くらいしてたんだよ。で、ミートアンドグリート、あのチェキを一緒に撮るの。初めてさ、チェキ撮る KLP 入ってさ、チェキ会みたいなのやってびっくりしたけど、めっちゃ楽しい。いっぱい来てくれたんだよ。そう、ファンレターとかプレゼントもありがとうございます。全部持って帰って、マレーシア来てくれたらチェキ取れる。ミク楽しかった。かゆ、え、タワー、あー、ありがとう。あー、ダイさん、ありがとう。いいの。ちなみに今日はメモ帳用意してん。ほら、
届けるなんて思っていなかったけど、だい、待って、こっちに書くので合ってるのかな。タワーありがとう。ティムカシダイサータワーありがとう。元気？あのさ、東京でさ会った時以来やね。でもツイートとか全部見てるよ、 DM も。ツイートさ、私のデビューライブのやつしてくれて嬉しかったし、 YouTube のコメント欄も嬉しかった。いいねがいっぱいついてたから幸せな気持ちになったよ。ダイサータワーありがとう。せーの、ズンタワー。てむかしー、てむかし、てむかせ、ありがとう。嬉しすぎ。てむかし、イエーイ。ファンズキープミー、Thank you、 あ、Thank you forGive me Thank you for fans Give me Gift Thank you 合ってるかな。合ってる。第三ファンKeep me showroom gift. Thank you. 嬉しいね。ありがとう。いつも頑張っているものを今いただいて幸せです。ありがとう。スクショ撮れた？あ、Thank you gift。あ、practice every day やつちゃん。Thank you。I practice every day。KLP では握手会はないですね。チェキを取ったりお話をしたりかな。多分チェキで進んでいく気がする。初の試み。あ、タワー来た。ありがとう。あ、まるさん、タワーありがとう。Thank you, マルさん。握手会ね、多分しないと思うよ。難しいんだと思うよ。ね。ね、また日本も行きたいね。まるさん、タワーありがとう。タワー、ティムカーシー。待って、鼻かゆい。なんで？
耐えた？まるさん、タワーありがとう。ファンレターも、あの日本内で送ってくれたやつかな。Sorry。 あの、それ受け取れたよ。ありがとう。嬉しい。離れててもずっと好きでいてくれたよの知ってるからね。ありがとう、まるさん。せーの、ずんたわー。ありがとう、まるさん。まるさんファン、ギフト、ギブ、あ、Thank you for まるさんファン、give me gift。待って、裸ゆい。 Thank you so much。 Thank you so much。 裸ゆい。つんちゃんかわいい。 Thank you。 ずんたわ、懐かしいね。ありがとう。デビューライブ見に行けたのめっちゃ嬉しかったよ。めっちゃ泣いた。ありがとう。私もめっちゃ泣いちゃった。そう、なんかあのデビューライブの日のヘビーローテーションの映像が YouTube に公開されたんですけど、めっちゃ泣いてた。でファンのみんなも泣いてて可愛かったよ。ありがとう、見に来てくれて遠いのに。オンライン話し会はね、頑張ってお願いします。ファンレター送れますか？なんか多分前に記載した住所に、日本国内の住所に送れるか、フォーティエントエンターテイメントの事務所に、海外やけど送れるか、まあ一番早いのはもしマレーシアに来られて、マレーシアに来てくれた時のイベントでなんかプレゼントボックスみたいなのがあるから、それに入れてくれたら嬉しいなと思います。つんちゃんミスフィオニー、I miss ピューちゃん。ピューちゃん busy in Japan now。 あ、 JKT オンラインお話し会やってるから、あ、 JKT さんしてるんや。じゃあできそうじゃないね、オンラインお話し会になったらみんな、あの、来られるよね、話せるよね。ジャパニーズファンズ、ワンツーオンライントーキングショー。 Do you like living in Malaysia? うん、 I like Malaysia。 プレゼントのルールとかある？食べ物があかんかった気がするかな、食べ物かなって気がする。なんかもちろんファンレターが一番嬉しいけど、ぬいぐるみをいただいたり、ストラップとか、あと何やろな、ファンレター、あ、コスメもいただきました。 AKB の時のルールとはあんまり違うというか、あんまり明確になってないか分からん。食べ物と飲み物が分かんのかな、多分。だから初めてコスメとか、初めてじゃないか、うん、なんか珍しくてドキドキした。電化製品どうなんやろ、あかんかったかな。
んちゃん favorite Malaysia food I like、チキンライスパタヤフライドライス maybe Indonesia パタヤフライドライス、many many、フライドライス、ノーマルフライドライス、so many あ、ね、ジルとのジルとシルバリアリオのあのコラボしてるぬいぐるみ人形ちゃんみたいなの見た、可愛かったね。あ、Have you tried ロッティチャーナイ、I already tried ロッティチャーナイ Delicious ロッティチャーナイっていうマレーシアでの有名な食べ物があって、こんな大きい、好き、あ、トライ、とあの挑戦したって言ってくれたから、もう挑戦したよって言ったよ、で美味しかったって。あ、 I like メキコレン、ミコレン、メキコレン、ベリク、メキコレンっていうなんか麺のちょっと辛い有名なご飯があって、それをトライしてって言ってくれたから、もうトライしたよって。マカマカアパティマカママーク、あー、ママーク、メキコレン、お、ズンちゃん Today go shopping mall? Oh yes I went to shopping mall。今日はショッピングモールに行ったのって言われたから、ショッピングモールに行ったよって行ったよって言ったあら、ハートいっぱいありがとう。マレーシアお店選びドキドキしてなかなか入れない、なんかな、それわかるけど、入ったら入ったでなんか誰も見てない自分のことで、めっちゃ優しく説明してくれるから大丈夫。でも緊張するよね、わかる。 I want to meet トゥンちゃん、あー、me too、 トゥンちゃん会いたいよって言ってくれたから、会いたいよって言ったよ。トゥンちゃんイングリッシュインプロペッ、あ、どういう意味？知らない単語は調べていくんだよ。インプ、インプ、なんて言ってんのこれ、インプ、インポーベ毎日わからんこといっぱいで楽しい。今日もなんか何言ってかわからへんくて適当に返事しちゃった。アロット、アロット、毎日喋れるようになってきた。大幅に改善した、大きく進歩した。Thank you so much. I practice English every day. 発音なんていうんやろこれ、発音。Improved a lot. Improved a lot. 大きく進化したって。イングリッシュゾンちゃん上手いやって。あ、ゾンちゃん Do you like ラミリバーガー？ I already try.Very good. I like ラミリバーガー。ラミリバーガーっていうのが、
なんかマレーシアで有名で、そう、一番使うのは英語だよ。あ、タマ Thank you so much。 あ、ズンちゃんキラキラThank you so much。 I'm happy。 最近ファンになってくださったマレーシアに住んでいる、 maybe、 多分住んでいるファンの方、 Thank you ずんちゃんキラキラ。うん、ラミリバーガー世代ず、うん、ちゃ、うん、キラキラ。タワーってさ、英語で一緒？タワーみたいなやつ？あー、一緒。ちゃんこんばんは。かわいい、こんばんは。お、ずんちゃん明日マレーシアに帰るのでまた会いに行くねやって。待てるね。ずんちゃんキラキラ。Thank you for keep me tower。スクリーンショット、OK？ OK、ずんちゃんキラキラ。あー、Thank you for keep me gift。 I'm happy。 ずんちゃん大好き。 Thank you。 Thank you for coming to the event last time。 I'm happy。 I'm so happy。 Thank you for take a picture。 Thank you picture and movie かな。 Thank you。せーの、ずんたわー。 Thank you、 ずんちゃんキラキラもうずんちゃんキラキラって人はあのなんかね、その写真とか動画撮ってくださってて、あのイベントでのずんちゃん見たかったって思ったら、ハッシュタグすずは KLP48 って調べて、そしたら超高画質の動画が出てくるから、それ見てあの来た気になってそう、マレーシアに来た気持ちになって、写真とかもめっちゃ上げてくれてるから、ぜひ見て。すごいの、本当に綺麗なの、写真と動画さあ、全部の曲撮ってくれてたりとかするから、以後お見知りおきをありがたい、かわいい。ずんちゃん、Did you try ラミリガン、ラミリバーガー？うん、I already tried ラミリバーガー。セダップ。はい、おし。はい、You are おし。
そう、マレーシアにも素敵なファンの方たちがいるし、そう、日本にもマレーシアにも本当にびっくりするくらい素敵なファンの方がいらっしゃって幸せです。嬉しい、ファンの方のそばという自分の居場所があって嬉しい。Just me, it's paper cup. Let's restart the show. It's your special day. Let's celebrate. 涙サプライズの2番ね、ソロパートあるんですよ。知ってた？ KLP で歌ってる。ズンちゃん、スダマカマラ。うん。ズンちゃん、スダマカン。サヤマカン。チュロス。I'm eating パタヤ、あ、sorry、パタヤフライドライス。あ、涙サプライズ。So I like Malaysia. I'm so happy.あ、うん、ナシゴレンパタヤ。おぉ、you know? おぉ、ナイス。アパカマカナニャエナク。おぉ、聞いたことあるぞ。エナクって何？ I search now.えな意味、あー美味しい、あーえな、あーバグース、あー it mean delicious thank you ずんちゃん still remember big face sorry あー I still remember big face sorryフレアちゃん、フレアちゃん、ココアちゃん、ショール、サヤスカズンちゃん、サヤジュガスカ。さやじゅがすかあわくあわく、んあ、ずんちゃんフェイバリットマレーシアドリンク、あ、あいフェイバリットドリンクマイロ、マイル、あ、なんかな、何やったっけ、あのなんか普通なんかミルクティーみたいなやつ、美味しい急にね、あ、タワー、お、タワー、 Thank you、 ん、あ、SOS さん、タワーありがとう、ありがとう、このマレーシアに来る前にいただいたメモ帳、アジサイ、あ、ティーアイス、おーミルクティー、それTower, ありがとう。
イミング大丈夫でした？え、大丈夫だよ。タイミングとかないからね。ありがとうね。気づけてなかった？ありがとう、SOS のタワー。なんか、懐かしいさ、ずんちゃん。アイコンにしてくれてて、嬉しい。え？なんで名前変えたん？タレさん。ああ、声で書いてよかったの？懐かしい、休養。ごすぐの、ずんちゃん。いいの？ SOS で。いつもありがとう、ずっと覚えてんで。忘れてへんからな。おかんも覚えてるからね。ありがとう、タワー。せーの、ずんタワー。ありがとう、タワーってむかし。さまさま。ありがとう。お？なんで名前書いた？ありがとう、みんな楽しいね、配信久々ずんたわー、いっぱいギフトもたくさんありがとう。なんかね、かわいい、ありがとう。配信嬉しい。なんかね、お休みに入ったからすごい心に余裕ができて配信いっぱいしてる。間違えちゃった。OK。It's OK。Mistake。It's OK。つんちゃん偉い。ありがとう。あ、タワー？もうたくさんありがとう。あ、ティナ。Thank you for giving me タワー。あー、ティナー、ありがとう。ティナ、ティナー、ありがとう。この雰囲気久しぶりやって。I had fun with you during cosmic. お？ With you drink. Drink って意味？うんうん。Drink。うん？ Drink。I had fun。 この英語の場所早く覚えたい。 With you。 お腹空いてきたの。 I'm hungry。頑張って自分で調べて学びます。あー、あなたと一緒にコスミックの間楽しかった。あなたと一緒に過ごせて楽しかったっていう意味か。 I had fun with you drink。 あー、これもう定型のやつなんや。 I had fun with you。 I had fun with you。
you drink, drink の間に、あー Thank you, Tina. I understand. なるほどね。 Thank you, Tina. てるよ。おお。ずっと独学、なんか本読んだり、ずっと話してる間にパって聞いてて、わからん単語ずっと調べたりとか、そんな感じです。あ、デュアリング。ええー。デュリンクじゃないやん。デュアリング。デュアリング。オッケー。I had fun with you during cosmic. Oh, okay, okay. Tina, thank you for giving me power. OK スクリーンショット OK Thank you for giving me tower Tina Me too I had fun with you during cosmic I was excitedMeet and greet and live. Thank you. Meet. I found it. あとSNS 見たよ。It looks like you saw my social media. Your social media. ありがとう。ティナ、もう動画とか写真を上げてくれてて、ぜひ来られなかった日本のファンの方も見てね。ありがとう。こんばんは。せーの、ズンタワー。Thank you. Terima kasih. 英語も英語も聞いたり調べたりしながら覚えてます。海外だと文法とかあんまり気にせず単語をつなげて話せば伝わる。うん。私文法ぐちゃぐちゃやけど、今ちょっとずつ立て直してきてるけど、もう文法ぐっちゃぐちゃやけど、もうメンバーが優しくて KLP48 のもうゆっくり話してくれるし、なんかすごい理解してくれようとしてて、私とメンバー2人だけで話してて、この子に何か言いたいのに、うわうち英語ぐちゃぐちゃで伝わらへんわって思ったら、そのもう一人の子が理解して、その子に正しい英語で言ってあげて、みんなが理解するみたいな、そんな感じです。そう、うん、ジェスチャーも使う。そう、優しいのとか、これで当てるって言ったら、あ、
こういう言い方だよって教えてくれたりとか待ってくれてます。私喋り方がちょっと遅いのね。で英語になっても遅いね。その早く喋れるわけではないから、なんかゆっくり、みんなのめっちゃ口早いねんけど、ゆっくり喋ってるけど待っててくれてる。うんうんって待ってくれてる。日本語も教えてるよ。なんか変な日本語教えてる。なんかシーンってなって、なんか音がなくなったら、え、気まずって言うねんでって言ったら、ティファニーがずっと言ってる。そう、え、ジューさんもタワー？はぁ、ジューさん覚えてる？ズイちゃんのこと、ありがとうね。そう、急にティファニーがスタッフさんに、ええやつやんって言うね。日本のスタッフさん、日本人のスタッフさんに、ええやつやんって、誰が教えたみたいになって、めっちゃおもろいそうなのよ。でティファニーがズーちゃんって言うからすぐバレるすぐバレるのよ。なんか5、6人でいた時に、スタッフさんとメンバー4、5人くらいでいた時に、急にシーンってなって、ティファニーがえ、気まずって言って、えみたいになって、日本人メンバーと日本人のスタッフさんが、誰が教えたってすぐ指ささえたジュンさん、タワーありがとう。れた、ジューさん、どうもありがとう。またちょっとずつ離れてしまったけど、やっとたくさん会えたと思ったら、また私がマレーシアに行っちゃったんですけど、また本物のジューさんを見れるのを楽しみに、 KLP での活動も頑張るねありがとうジューさん、せーの、ツンタワー、ありがとう。取れた、ありがとうね。てむかしいいな、大きにって覚えさせよ、ティファニーに。で、なんか最初にまず、なんか変っていうか、なんかちょっと言ったら面白い日本語を教える方が楽しいやと思って、なんか一番最初に KLP メンバーと会った時に、そのサルワが、ヘビーローテーションのセンターの子ね、サルワがグッジョブって日本語でなんて言うのって言われたから、なんかそんないい日本語、なんて言うの、その綺麗に当てはまる日本語がないから、あー、よくやった、相手に、そう、いわグッジョブってなんて言うのって言われたから、あー、よくやったって言ったら、そこからもうサルワが永遠に愛用してて、なんか誰かが頑張るたびにサルアがよくやったって言っててめっちゃ可愛いの。スタッフさんとかもなんかみんなで頑張ったみたいなた時にサルアだけよくやったって言うねそう可愛いよね。初めてサルア KLP48 のメンバーに教えて、日本語教えたのはサルワ。かわいいやろサルワ、よくやったって言うし、イーシャン、あのキャプテンのね、イーシャンとかは、なんか、え、イーシャンこれなんどういうこととか、イーシャンこれってこうって聞いたら、わからない
わかりませんって言われる。そう、みんなね、ほんと一言一言だけちょっとずつ覚えてくれてて、日本語、そう、わかりません。ティファニーはハーちゃんとかに、ええやつやんって言ってる。いいやって言って、ハーちゃんに 今言うんやでって言ったら、ええやつやん言ったり。あと日本語話すメンバーおるかな。あ、ヒラリーは日本語うまい。そう、ヒラリーはなんか日本の文化とかアイドルとかを好きでいてくれてて、そう、な、何残ってた、ロングヘアの香港の子やねんけど、ヒラリーはその、そう、日本語も自分からいっぱい勉強したりとかしてるらしくて、だからほんまに唯一その楽屋の外出てて帰ってきた時に、私いつもね、ただいまって言うのよ。でただいまって言って、日本人メンバーはそのおかえりって言うけど、そのやっぱ海外のメンバーってなんて言うかわからんやん。その私が何言ってるかもわからへんのに、ヒラリーだけはおかえりって言ってくる。めっちゃ可愛いよね。おかえりとか、おいしいとか、ズーちゃん可愛い、大丈夫って言って、その簡単なこう使える、日常生活で使える日本語を自分から覚えてた。すごくない？なんか大体の意味分かってたよ。なんかちいかわめっちゃ好きやし、ちいかわの見て日本語覚えたりとかするらしい。そうらしい。あと誰かな、基本みんな英語とかマレー語とか中国語で楽屋がわわってしてる。日本語も混じるし、そう、かわいい。ヒラリーはね、ジョジャンって言って近づいてくるの。めっちゃかわいい、愛おしいのよ。ジョジャン、ジョジャン。そう、かわいい。だからヒラリー、マレーシアでもチーカーを見ることできるもん。マレーシアでは多分なんかインスタとかに上がってるチーカーはかな。デビはね、やばい、もう日本語できる。え、日本なんかすごいよ、日本語でなんか会話ができる。そう、すごいよね、デビはすごい。そうよ、デビめっちゃ話せる。え、だからさ、日本人だけで話してる会話とかも理解して返事したりしてきてくれるからめっちゃ笑うし、そう、今日何時？何時？って言ってくる。5時とか、これってどう？って言ったら、こうとか、なんか英語でかゆいっていうなんか単語がないらしいから、私いつもこうやってめっちゃ痒くなるから、すぐに虫とかに噛まれて、デビー痒いって言って、あーもう痒い、デビーもめっちゃ書いてて、デビーもこうやって、で、そう、デビーがズンちゃん痒いって可愛いの、めっちゃみんな、え、タワー、はるかちゃん、タワーありがとう。かわいい。そうなの、すごいよね、みんな日本語なんか聞いて覚えた日本語をすぐ使ったりとかして、そう、わかりませんって言われる、いつも。でね、ちょっと待って、後で KLP メンバーのいいところ言おう、一個。私が KLP メンバーの好きなところね。はるかちゃーん、タワーありがとう。ちょっと待って、髪整えよう。ちょっ
ありがとう、はるかちゃん。たま元気毎日メッセージも読んでるし、あのツイートも見てるよ。キョーマーかわいい、ありがとう、ありがとう。なんかインスタライブのスクショとかも載せてくれてて嬉しかったし、漏れてたなんかはるかちゃんこうやって過ごしてるんやって思いつつ、私もこう過ごしてるよって心の中で返事しながらいつも見てるよありがとう、また会おうね。日本以来だもんね、会えてないの。早くまた会おうね。せーの、ズンタワー、なの拍手はるかちゃんタワーありがとう、ありがとう。ズンタワーってきたありがとう。なんかね、KLP のメモのところは私すぐすごめんって言っちゃう癖があって、日本にいた時何もかんでもごめんごめんって言ってたのね。でそれがやっぱそのマレーシアに来てもそんな簡単にその取れへんわけよ、ごめんっていうの癖が。でだからマレーシアでもいつもね、ソーリーって、あ、ソーリーとか無駄にいっぱいソーリーって言っちゃうのね。そしたら KLP のメンバーみんなは Why sorry? みたいな、 What sorry? No sorry! ズンちゃん always say sorry って言われるから、あーってソーリーっていう時はソーリーって言うんじゃなくてソーリーって言うんだよって教えてくれて、ズンちゃんがあソーリーって言ったらメンバーがズンちゃんソーリー No sorry って言うからソーリーって言い直すの。それが幸せなのそうそう、 Thank you って言った方がいいよって、ソーリーっていっぱい言わないでって言われた。あとズンちゃんは Maybe ってよく言うね。ズンちゃん say always、 ズンちゃん always say Maybe って言われるそうそう、だからマレーシアのメンバーも優しいよ。 No sorry、 Why sorry って注意してくれるかわいいの、愛しい。この子たちがどうかそんなに嫌な思いをせず生きていけたらなって思いながら生きてるって感じです。そうって感じで、何時今、お、そろそろ終わります。そう、そっち、え、日本何時？チナこっちは22時57分ってことはもうちょっとで12時、早寝よつんちゃんというの山根理香、おお、I know 山根理香 because つんちゃん give Tiffany name 山根理香、 I know。え、もうすぐ明日になっちゃうの？あ、タワー？ちっかちゃん、タワーありがとう。スクショタイムするよ。ちっかちゃん。Hi from Malaysia. Me too. I also live in Malaysia. ちょっと待って、目乾いてるから目薬だけ先に打つわ。決め込む。はよ寝よ。
OK。 そう、日付変わってもできんねん。あ、ずんちゃんかんさんがイムって、チームカイシーさやイムってちかちゃん、タワーありがとう、元気。あのツイッターのサブアカ返信したよ、記念日だね出会って1年、記念日。撮れた？ちかちゃん、タワーありがとう、ありがとうね、いつも嬉しくて泣いてるちかちゃん、ありがとう。かわいい、1年早すぎ、いつもたくさんありがとうね、末永くよろしく。せーの、ずんタワーありがとう、ちかちゃんタワー。つんちゃん、つんちゃん、ナイスワンかわいい、 Thank you。 いけ、足で足で、なんかこの背景おもろすぎん分めでとう、誰か、じいちゃん劇だよ、あとつんちゃんのタイヤ It's OK。 待って、マレーシアでも服挟まってるわ。明日の予定は？ほんまになんもない今日はなんか一日たくさん遊んだから、明日はゆっくりするか、なんかね、インドアな自分が出てくるたまにえ、待ってたわ、だれー、あ、こんなちゃん、ありがとう、タワー、かのちゃん、タワー見て、たくさんありがとう、かのちゃんタワーありがとう、なんか前髪が割れて持ってるわ、撮れた？かのちゃんタワーありがとう。Fans give me gift. Thank you。かのちゃん元気？なんか写真とか長文のメモのやつとかいつも送ってくれてるのちゃんと見てるの分かってる？なんかなかなか前よりは会えないけど、前よりより強くお互い通じ合えてる気がするから。これからもよろしくね。ありがとう、このちゃん。
せーの、ずんたわー、ありがとう、ありがとう。なんか TikTok ライブ思った以上に楽しくて、初めてやってんけど、マレーシア来てから。だから TikTok ライブとショールームを交互とかいろんな感じでやっていきます。ということで今日は終わりです。順位発表します。13位、ピトちゃん、おきに。12位、はやてアットマークマレーシアさん、おきに。11位、ドラドラさん、おきに。10位、ゆみさん、おきに。9位、じゅうさん、おきに、たまありがとう。8位、かのちゃん、おきに、たまありがとう。7位、ずんちゃん、キラキラ、Thank you、 おきに、たまありがとう。6位、ティナ、おきに、たま、Thank you。5位、はるかちゃん、おきに、たわありがとう。4位、ちかちゃん、おきに、たわありがとう。3位、 SOS さん、おきに、たわありがとう。2位、大アットマーク今日もかわいい好きさん、おきに、たわありがとう。そして第1位はまるさん、おきに、まいど、おきに、タワーもありがとう。1位もおめでとう。ハイタッチ、忘れてない。そしてたくさんのギフトもありがとう。 Thank you for give me many gift. I'm happy. でもかし。そして見てくれてありがとう。 Thank you for coming showroom.OK、 スクリーンショータイム OK。 Thank you、 てむかし、ありがとう。ライブフィニッシュ、 Thank you、 ありがとう、来てくれて。 Thank you for coming ショールームライブ、ありがとうね。また待ってるよ。See you. おやすみ。See you next time. また次ね。ありがとう。おやすみ。スラマンマラン。バイバイ。え、オレンジさんもタワー、ありがとう。待って、次のショールームか TikTok ライブで書いてもいいね。え、ありがとう、オレンジさんもタワー。やっぱ今書く。あ、髪変わったわ。ありがとうね。今書く。オレンジさん、タワーありがとう。嬉しい。いつも投げてくれてありがとう。
ずっと覚えてるし、ふとした瞬間に元気かな、まだずんちゃんのこと好きかなとか考えてます。オレンジさんがいつも日本で私が食べたもの真似してくれてたから、なんか真似しやすいようなものも食べてくね。ちなみに今日は梅シート食べたんで、明日は食べてみてありがとうオレンジさん、せーの、ズンタワー、ありがとう。そしてライブもありがとう。ライブフィニッシュ、 Thank you、 ティムカシー、バイバイ、おやすみ、ありがとう。